青春疲れのハイライト、青春疲れのハイライト。タバコを吸わなきゃやっていけない、ストレスたまる、上司に黙る、ヤクザのような社長を殴りたい気持ち。子供騙しの会社、子供騙しの社会、やましい魂が裏腹に気取った、形のなる形あるものは全部スマートに機械化されてゆく。俺の頭もコンピューターのようになっちまうの、なっちまうの。入り口がないこの国はどうすりゃいいかわからない、やりたいことがない、しばらく経っても無駄の一つの無情な世界、夢も希望もどこかで捨てたのかい。青春疲れのハイライトに火をつけてた、この値段420円に胸焼ける。